今日は雨降ってますね。朝から雨がすごいです。持ってきたのは三河黒松の未生苗、英明さんの鉢に入ってる、英明鉢に入ってる三河黒松さん。今日こいつの手入れだけやって終わりにしようかなと思います。枯れ葉がね、やっぱ9月になってくると目立ってくるんで、これがあるとやっぱどうしてもね、手入れされてないなっていう感じがなんかバレちゃうというか目立っちゃうんで、この枯れ葉をねまずは除去してあげたい。少しこの枯れ葉を除去してあげるだけでもね綺麗に見えるんで、これ綺麗にしていきたいなと思うのと、あとねこの時期難しいのが剪定するっていうか徒長させてる枝を切り戻すかどうか、まあ、この木に限った話じゃないんですけど、他の木でも一緒なんですけど、徒長、春からね徒長させてた枝とか、夏が終わり秋が始まって伸びてきた枝たちを剪定するかどうか、そこがね悩ましいところで、まあ、樹勢を上げたりもっと太らせたいっていう思いがあるんだったらそのまま放置しておけばいいんですけど、どうしても見た目が悪くなるんですよね。見た目を取るのか、それともその木の成長を取るのか、そこがね判断が難しいところで、まあ、飾る、もう今年の秋に飾る予定があるとかだったらね、もう迷わずこう剪定に一択なんですけど、そんな予定もないし、なんならうちには化粧鉢に入ってない鉢も多いんで、そういう木たちはねどうしても放置、手を入れない、徒長した枝を切り戻さないっていう判断になるのが多いんですね。まあ僕の場合はなんていうんだろう、展示会とかねどこの会にも所属してないんで出すことがないんですけど、あ、やば、新芽取っちゃった、まあ、ある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 でスルーしましょう。僕の場合は展示会もないしできてる木も少ないんで、ほとんどの木がねスルーっていう選択肢を取るんですよ。この時期触らない、何も触らない、まあ、クロマツみたいにこう掃除するものがあればいいですけどね、心拍のトヤが出たとかそういう掃除するものがあるならいいんですけど、ほとんどの木がもっと徒長させて秋の成長を乗せて太らせようっていうフェーズになってるんで、よ、何が言いたいかっていうと、うち今の時期ね触る木があんまないんですよ。今日もね朝から30分ぐらい、朝の貴重な30分ぐらい、どうしようかな、どれ触ろうかなってこれ棚場に行ったり来たり3往復4往復ぐらいしてこうネタをね探してたんですけど、どうしようかな、でもこれ触ろうかな、これでもほっときたいな、触らずに行きたいな、これ触ろうかな、でもこれ徒長させてる枝はそのままにするしなっていうのでずっと4往復ぐらいか、朝から棚場回って、ああでもないこうでもないしてたんですけど、ハサミ切れねえな、ハサミ買いたいな、新しいの、これちょっと切れなさすぎる。はい、ざっと掃除をしました。足元の苔もこれいらないな、要は今ねネタが足りてない、足りてないというかあんま触れる気がないんですよね。そこがちょっと悩みポイントで、まあ黒松の掃除でもするかっていうことでこいつ持ってきたんですけど、あんまり触るところなかったですね。こんな感じかな、喋ってる間に終わっちゃったよ。こういう感じで
作業が終わりました。あとは切り戻すかどうか、これ目切りしたのかな。役枝を決めないといけないですね、こいつに関しては。もう少しこれがこっちに乗ってくりゃいいのか。違うな、もっとこっちにこう来てくれればバランス合うんだけどね。なんか今後ろにかぶっちゃってるんですよね、ボディに隠れて。これがもう少し見えるようにこうなってくれればいいのかな。ってなると、ここはいらないな。ここは切り戻そう。あ、春まで放置しててもよかったんですけどね。いらないところは落としちゃいましょう。ここに元気乗ってもしょうがないんで。だから今こうなってるんですけど、頭がねもう190度か90度ぐらい回してくれれば、なんとなくこの小さいながらに形ができてくるんで、こうかな、この辺りかな、こんな感じで作れればいいと思うんで。よし、針金巻いてみるか。できるかな。どうやって針金巻けばいいんだ。普通に巻いてもいいのか。巻いてみるか。やってみます。はい、ちょっと太すぎるかも。2ミリ持ってきました。これをどう巻いたらあれが実現できるんだ。難しい。ちょいと足元から針金巻いていきます。はい、針金巻いてみました。これで、こっち正面にしてボディをこう見えるようにしてあげたいなと思います。これだけでもいいですけどね。これだけでもだいぶいいんだけど、もう少しかな。ちょいといじっていきます。はい、こんな感じでいかがでしょうか。まあ、最初の裏に、ボディの裏に隠れてた時よりはマシになったんじゃないかなと思います。で、まあ、ちょっと普通不必要そうな刃は先だけカットして、いらない刃カットして、ちょいと形整えます。はい、こんな感じで完了です。ミニ三河黒松、こういう感じね。ちょっと葉っぱ短くしたんでね、樹勢もだいぶ落ちてくると思うんですけど、まあ、このままね枯れなきゃ面白い感じに育ってくれるんじゃないかなと思います。うん、いいね、いいね。 OKOK、 こういう感じね。よいしょ、ミニ三河黒松作業完了です。